はいどうも皆さんこんにちは、ダストです。ということで今回はですね、急遽の撮影になっておりまして、ラストピリオドの実況というのかどうなのかわからないんですけれども、とりあえずやっていきたいと思います。なんでかっていうとですね、ツイッターの方でオイラと絡んでくださってる方は知ってると思うんですけれども、オイラリゼロのレムが大好きでですね今回こちらのラストピリオドの方で、まあリゼロコラボということで、なんかどういうゲームなのかっていうのも僕さっぱり分かってないんですけれども、まあレムちゃんが出るということなんで、急遽、ダウンロードしました。早速やっていきたいと思います。タップトゥースタートということで、多分ガチャかなんかだと思うんだけれどもね、それを今回は出したいなと、はい、思います。で、ついでにどういうゲームなのかっていうのも、まあ、一緒に、まあ知らない方はね、見ていければいいのかなみたいな、そんな感じで思っております。とりあえずこのサービス利用規約っていうやつをね、大切なんで、ちゃんと一つ一つ読んでいきたいと思います。本サービス利用規約以下当社は、ハッピーエレメンツ株式会社以下当社が運営するラストピリオド以下本サービスに、本サービスを利用するために当社が提供するアプリを本アプリという。やっと来たな、おい。通信環境がいいところでっつってたから、多分オイラの通信環境が悪かったんですかね。はい。早速、名前入力ということで、ユーザー名を入力したいと思います。ダーストですね。はい。ダーストで行きましょう。で、これ何？好きなレールームを選択してください。レールームってなんだ？プレイヤーの所属しているレールームと、ユニットの出身レールームが一致する場合、バトル時にボーナスが、発生します。なんか、なんだろう、種族的な感じなんですかね。ヒューマレルム、ヒューマンってことかな。人間タイプってことですね、多分これは。で、スペアレルム。この子すんげえ可愛いんだけど。軍事国家。兵器開発や飛空艇など機械による文明が発達している。あー、なるほど。そういう機械系を使ったやつがスペアってことか。ははははは。で、アニマルレルム。おー、動物系と。はいはい。と、ブラッドレルム。これ何？伝説上となってる魔女たち。あー、なるほど。この子めっちゃ可愛いんだけど。ねえ。この子が欲しいな。スカイレルム。優美な翼を持つ天空人と呼ばれる聖なる種族で構成された国家。あー、天使たち系ってことですね。で、ヘルレルム。あー、悪魔たちと。これどれにしようか。みんな可愛いな、おい。参っちゃうの、おい。どうしよう。絶対言って、このヒューマレルムとか、こっち、アニマルレルム。これも多分男の子なのかな？ぽいんですけれども、絶対ここの二つにも可愛い女の子絶対いると思うんですよ。だけれども、オイラを一目惚れに陥れたこのブラッドレルムのこの子、名前なんていうのかわかんないんですけれども、この子、すんげえ可愛いんで、ここ、ブラッドレルムに所属したいと思います。行きましょう。絶望のうちに生涯を終えた時、イケボだと。人はスパイラルと呼ばれる魔物へ輪廻する。それがこの世界の摂理だからこそ。なるほど。人は絶望や後悔に負けてはいけないのだと母さんは言った。だけど14歳になった僕は思う。絶望をせず生き抜ける人なんて果たしてこの世界にいるのだろうかと。いやー、難しいじゃねえかな。ねえ、人間一度や二度は体験すると思うぞ、そういうのも。絶望。お、なんだ、可愛いな。おい、くたばったのでなければ返事をしろ。いつまで寝ているつもりだ。俺に呼びかけてんのか。エイリか。はい。春か、こ、かわいいだと。まったく。前代未聞だ。こんな雑魚に38回も吹っ飛ばされるなんて。いやー、でもかわいいからしょうがねえんじゃねえかな。そろそろ諦めたらどうだ。あれ、ピリオドになるなんて到底無理だろう。お願いします。まだ、諦めたくないんです。そうなんです。無駄だと思うがな。無駄って最初から諦めないでいようぜ。ピリオドになる。倒さなきゃいけない相手がいます。なるほど。それができなければ僕はきっと後悔してしまいます。
だから。だからなんだと言うんだ。もう一度お願いします。ピリオドにならないと僕は。ピリオドっていうのは何なんだ。英雄的な感じ。はあ、ラストピリオドっていうから最後のピリオド、最後の英雄。やむを得まい、最後に機会をやる。こいつちょいちょい話さねえな。あ、ついに喋らなくなったぞ。私が貴様の試験を手伝おう、試験を手伝おう、ただしだ。それでこいつを倒せたとしても、貴様のようなポンコツをピリオドとしては認めない。見習いだ。ピリオドの見習いとして、貴様をこき使ってやる。ありがとうございます。貴様の根性を認める。だが勘違いするな。カッコや根性だけで生き抜けるほどこの世界は生優しく、絶望ともに死んだ人間がスパイラルへと転生する。そんな世界で何事かを欲するならば。ただ、強くなる。なるほど。はい。それでは、試験を再開する。行くぞ。ちょいちょい喋らなくなるけど、これは仕様なのかな？容量上の問題ってことかな？お、始まったぞ。さて、聞き飽きているかもしれないが、敵への攻撃の仕方からおさらいだ。お願いします。アタックボタンを押すんでいいんですよね。そんなメタ発言しないでくれ。あー、ボタンの位置はわかるな。早速攻撃してみろ。はい、なるほど。おー、攻撃したければアタックボタン。覚えたな。覚えました。はい、よし。では次は行動順序の確認だ。味方も敵も自分の行動順が回ってきたら攻撃ができる。行動順はここに出ているのでしっかり確認するんだぞ。どこ？ああ、上の方ですね。なるほど。はいはいはい。了解です。ああ、次の順番はエーリカさんなんですね。うん。さあ、私に攻撃を指示してみる。お前指示しねえと動かねえの。自発的に動いてくれ、そこは。指示しますけど。お、強い。さて、次は戦闘の基本、チェインについて。チェインですか。わかりやすく言えば、仲間でタイミングを合わせ、連続で攻撃を仕掛ける戦い方だ。攻撃をした時、敵の上に標準のようなものが見えただろう。いやー、そこまで見えてなかったわ。あれが小さくなったタイミングに合わせて攻撃を重ねるんだ。で、まあ、まずはやってみることだ。私の攻撃に合わせてみる。なるほどね。チェインは失敗しない限り味方の行動順が続くだけ繋ぐことができる。あ、タイミングよく押せってことか。難しいぞ、それ。ただし、繋いでいけば形の違う標準が出たり、小さくなるまでのスピードが変わったりもする。なるほど。徐々にタイミングも難しくなっていくんで、どこまで繋げられるかは貴様の腕次第だな。僕の腕ですから。最初からできるとは思っていない。精進しろというだけだ。はい。チェインに成功すれば敵へのダメージが増加したり、スキルを早く使えたり有利に戦うことができる。細かい内容についてはまた改めて説明するが、とにかく積極的に狙っていくことだ。わかりました。では次のステップに行くぞ。まずは今の敵を片付ける。はい、アタックボタンで攻撃ですね。はい、攻撃。で、これチェイン。あれ、できなかった。あ、倒したから。なるほどな。ところで貴様はスキルは使えるか。どの、スキルですか。そうだ、強力な攻撃を放ったり、仲間を回復させたり、敵の行動を妨害したり。効果は人次第だが、ピリオドたるもの、何かしらスキルを使えなくてもな。本来スキルを使うには準備がいるのだが、今回はこちらへ整えてやる。さあ、貴様のスキルを見せてみろ。どうしよう。とりあえず思いっきり攻撃すれば。スキル。これで、思いっきり攻撃した。危なっかしいが、よしとしよう。よかったのか、今ので、ね。今のがスキルでいいのか。思いっきり攻撃だぞ、ただの。スキルはピリオドの強力な武器だ。メンバーのスキルも把握してうまく使っていけ。なるほどね。スキルはチェインの中に組み込むこともできる。強力なスキルをさらに効果的に使うことができるはずだ。なるほど。これもタイミング次第では良くなる。私の後に続いてスキルでチェインを繋いでみろ。奴を倒せば試験は終了だ。はい。繋ぎ方は同じだ。私の攻撃の後に出てくる標準に合わせてスキルのボタンを押してみろ。はい。ここで、ここ。お、いいんじゃねえか、今の。どう？ほら、いいと思うぞ。ワンチェインって出てたから多分いいはず。はい、クエストクリアということで。
そろそろレムリンとご対面できるだろう。できねえかな。なんかね、今だったらば、無料で手に入るレムリンもあるらしいんですよね。そういうガチャだとかなんだとか、なんなのかよくわからないんですけど、そういうのを回さずに。はい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 。よし、よしここご苦労だった。あ、喋る。早速、明日から、ピリオド見習いとしての仕事についてもらう。どのタイミングで俺が喋ればいいのかわからねえ。あ、そうだな。明日の朝8時に、このアークエンド、第8支部へ来い。それまでは、宿舎で休むといい。地図と鍵を渡す。いけるな。はい。大丈夫だと思います。表で貴様の連れが回っているんだろう。早く行って結果を報告してやれ。その、明日からよろしくお願いします。こいつ今ありがとうございましたを省いたぞ。こと、ホープレス、市街地、夕方。遅い。ああ、かわいい、チョコちゃん。ごめん、ごめん。でも、試験は無事に終わったよ。なんだ、めちゃくちゃかわいいやつばっかじゃねえか。僕は、ピリオドになったんだ。見習いだけどな。見習いだけど。春。何？お腹、すいた。食べましょう。いやいやいや、試験に受かったんだよ。何か他に言うことないよ。いやでもそれよりも何より飯だぞ。お腹空いたの。なら仕方ね、はあ、そりゃそうだよね。おにゅ、宿舎に行けば食べ物があるかもしれないよ。行こう、チョコ。うん。いや、こういう寡黙な感じ、チョコの手の取り。宿舎までの道を歩き始める。まあいいか。チョコは故郷から一緒にやってきた幼馴染だ。幼馴染だと。僕がピリオドとして倒さなきゃいけない相手だ。お、待って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 、チョコを倒すの？俺はっていうか春は。どういうこと、どういうこと、なんで？敵なのに仲良くしてるってこと？あ、急に画面が横になった。すげえ。これ今音楽鳴ってるし PV だから多分カットしてると思うんだけどな。カットしてると思うわ、ごめんな。みんな、うん、こっからカットで、ぜひこの続きは皆さん自身で見てくれ。なんだいチョコ。来ますとも、うん、寝てるだと、ズビシズビシ、ハル起きた。いやいやいや、起きたじゃないよ、危ないでしょ、危ないよ。おにゅ、寝てる人の喉仏。それはハウワってなるでしょ。危うく息が止まるところだったよ。ハル、時間、確か支部に行かなきゃいけないんだよねっていうことで、あ、ほら、みんな、ステップアップコールとか書いてあるぞ。ここで多分、レムリンが手に入るんだろう。ね。ハウはもうこんな時間、初日から遅刻だ、絶対怒られるよ、急がなきゃ。ということで、まあ、どこまで、これ、多分さ、クエストだとかなんだとか進めていかないと、こういうのできないと思うんで、まあ、ちゃっとやっていきましょうか。なんならば、ガチャ回すところまで一気に飛ばしてる可能性もワンチャンありますということで、とりあえずクエスト行きましょう。このエリアで合ってるよね。海間温泉。これで、支部までもうちょっとギリギリだよ。始まりの朝に行けばいい。ああ、これでストーリーモードなのか、これね。うん。セーフ。ギリギリセーフ。アウトか。見習いのくせに初日から遅刻なんて、いい根性をしているの。そうだな、言ったはずだぞ。そんなことではこの世界を生き抜くことはできないと。すみません。本来なら今から任務の説明をするはずだったんだが、遅刻の罰として特訓をつけてやる。行くぞ。ついでにアークエンドの集団戦闘術もレクチャーしてやろう。行くぞ。なんだそれ。めちゃくちゃいるな。え、この人たちは？
集団戦闘の訓練だからな、今回だけ特別に貴様の訓練に協力してもらっている、そんな至れり尽くせり。そうなんですか。よろしくお願いします。さて訓練続きだが、ここを見てみろ。どこだ。ああなるほど、これはスフィアといって戦闘を補助する様々な力を持っているものだ。スフィアですか。ピンときてないようだな。まあ経験した方が早いだろう。スフィアを押してみろ。なるほど、はい。すごいスキルゲージが一気に溜まった。なるほど、見てなかったそこは。スフィアをうまく使うことで戦況を有利にすることができる。効果も回復をはじめ、スキルチャージ、スピードアップ、パワーアップ、ガード強化など様々だ。心配するな。まとめておいてあるからゆっくり理解するといい。あーなるほどね、わかりました。スフィアはユニットの行動に反応して出現しチャージを始める。攻撃の他にもスキルの使用などでもチャージは進むが、一番効率がいいのはチェインだ。なるほど、またここでもチェインか。昨日の強打忘れたいな。仲間と協力してチェインを繋いでみろ。はい、ということで行きましょうか。ここいいよ、いいんじゃね。どうだい。あ、終わったあー、何度も言うがチェインは戦闘の基本だ。スキルもスフィアもチェインの恩恵を受ける。これ意外と難しいぞ。仲間が多ければチェインができる回数も増えていく。つまり仲間の戦闘不能はパーティー全体の問題だ。仲間の体力には常に基本含まれる。はい、では次の訓練に行くぞ。質問いいですか。なんだそのこれって何ですか。どれだ。あー昆布。なるほどね、ほう気づいたか。それはこれだけ目立ってた。それはコンボカウントといって、敵に攻撃するたびに溜まっていくものだった。どんな効果があるんですか。まず戦闘中に達成したコンボカウントに応じて任務の報酬にボーナスがつく効果がある。なるほど。他にはコンボカウントが高ければ攻撃するときにクリティカルになりやすくなる。そんな68とか。ああなるほどね、はいはい。ひたすら積み上げれば全攻撃がクリティカルなんてこともあるかも。ただしそれはすごいですね。よーし、僕もやってみます。なくなっちゃった。話は最後まで行け。コンボカウントは敵の攻撃をまともに食らうとなくなってしまうんだ。あ、なるほどね。それじゃコンボを貯めることなんてできないんじゃ。それでさっきのガードのボタンが出てくるってことか。話は最後まで聞いて、まともに食らうと、と言っただろう。敵の攻撃をタイミングよくガードできればコンボカウントは守れるんだ。あ、そうなんですね。敵が攻撃してくるときはガードボタンが出てくる。敵の動きをよく見て当たる直前に押せ。少しだけコンボカウントを増やしてやろう。うまくガードしてみる。お、いいんじゃね。グッドって言ったぞ。説明が逆になったが、ガードを受けるダメージを大きく減らすこともできる。あれ、どちらかというとそっちが正しい使い方なんじゃない。そうとも言う。攻撃力の高い敵と戦うときは全ての攻撃で狙うことだ。あとガードに成功するとスキルも早く使うことができる。まとめるとこんな感じだ。パーフェクト、グッドの2種類の効果があります。さっきがグッドだったんで、もう一つ上があるってことですね。はい、了解です。ガードをしっかり練習すれば敵の攻撃に耐えられるんですね、と。半分正解だな。初めて戦う敵であればガードのタイミングを合わせるのは難しいだろう。フェイントをかけてくる敵もいる。なるほど。それに何らかの事情で麻痺や睡眠など攻撃行動できない状態になっていればガードはできない。なるほど。ガードは狙いつつ失敗しても大丈夫なように準備しておくことが大切だと。わかりました。さあ今日の訓練最後のメニューに行くぞ。まずはこいつを片付けろ。はい、ここ、あ、一発で倒した。コンボもチェインもクソもなかった。おー、いっぱい出てきたぞ。さて、これで一通りの戦い方を説明したことになる。ここにまとめておいたので、しっかりと頭に叩き込んでおけ。とりあえず今回のやつは大丈夫ですね。はい。では、貴様にどれだけ身についてるか確かめてやる。目の前にいる敵を貴様の思うように戦い、倒してみる。わかりました。ということで、とりあえず、チェインし、あ、ダメだった。待って。とりあえず攻撃していけば勝てるでしょ。ガンッ、よし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 、オッケー。これで倒す。チェイン
倒したぞ。ほら、楽勝ですね。で、19コンボでクリティカル 10% アップみたいな感じになってるんで、多分これで合ってるはず。これ言って結構忙しいアプリだな。ランクアップ。AP が全回復したと。ありがとうございます。ランクもアップ。あ、またアップした。あー、で、これ何？ジェミー、ユニットの進化に使用する。あー、なるほど。これは？合成に使うと経験値がちょっぴり増える。実はほんのり光っている。なるほど。これは。あと4日で所持数はリセットされます。4回覚醒できます。覚醒？うん。キャラクターの覚醒みたいな、そんな感じなんですかね。集団戦闘術だと。といったところで、貴様に任務を与える。なんだ？カンパネルラ。カンパネルラ、入ってこい。はいはい。おー、こいつもなんかエロい格好してる。あ、おー、この子が噂のあれですね。認定試験で38回も吹っ飛ばされたタフガイですね。は、はい。もうそんな噂になってるんですか。よろしくお願いします。こら、新人はあまりからかうな。紹介しよう。こいつの名前は、カンパネルラ。言いにくいぞ。カンパネルラです。よろしくお願いしますね。あ、声がエロい。任務の内容についてだが、ピリオドとしての初任務、一体どんな任務か。温泉に行ってもらう。温泉だと、ぜひ。あ、そういえばハル君、ホーム画面出てくるでできることは知っていますか。すいません、知らないです。じゃあ私が軽く教えてあげますね。まず今いるところがいわゆるホーム画面です。クエストに行ったり、お知らせを見たり、パーティーを編成したり、いろいろできるんですが、一つ一つ説明するとちょっと手間がかかりますから、これを見てくださいね。あー、なるほどね。これはまあ一つ一つやっていくことで多分わかるでしょう。あー、ピリオドの任務の進め方も教えちゃいましょう。いいですか、ハル君。ピリオドに重要なことは準備です。きちんと仲間を増やして編成してから任務に当たるんですが、わかりましたか。あー、ユニットの育成、編成、クエスト、コール。コールっていうのは何だ？ああ、コールでガチャみたいなやつか。つまり。なるほどね。OK。わかりました。ありがとうございます。それでは私はクエストのところで待っていますから、準備を整えてきてください。っていうことで、コールをしに行くといいですよ。仲間を揃えてパーティーを組むんです。わかりました。来たぞ。あとタオルと着替えも忘れないでくださいね。遊びじゃなくて任務に行くんですよね。ということで、これで、ようやく、多分、レムリンが手に入るんじゃねえか。そんなことねえのか。あ、初心者応援、ログインボーナス。なんかいろいろ手に入ったけど。あ、来た。チャージルンプレゼント。おい、みんな、めっちゃくちゃ可愛いぞ。あー、でもこの左のレムリンが欲しいんです、俺。ラストレガリア実装記念もさっぱりわかんないけど、とりあえず進めよう。はい。で、お知らせも、とりあえず後で見ます。ね。で、多分コールでしょ。コールに行けばいいんだと思う。早く。ローディングが長い。じゃあカットしろよって話だよな。コールする場所ってここでいいのかな。あー、かわいい。誰だお前。イオナちゃん登場。イオナちゃん、ねえ、君お客さんだよね。多分そうかな。君はコーラ初めてだよね。イオナが説明してあげようか。ぜひお願いします。あ、お願いできるかな。イオナに任せなさい。まずコールっていうのは旅の仲間を召喚することを言うんだよ。旅の仲間か。カンパネルラさんにも仲間を増やせって言われたっけ。それでね、コールにはノーマルコールとレアコールの2種類があるんだよ。まずノーマルコールをするにはコールポイントが必要だよ。なるほど。あとね、ノーマルコールは1日1回だけ無料でコールできるよと。お得ですね。え、いいの？どうや。ヨナちゃん太っ腹だからね。変。あと、レアコールの方はね、ノーマルコールより強い仲間を呼びやすいんだよ。まあ、それはいいね。僕も呼びたいな。あ、でもね、レアコールをするにはルナストーンが必要だよ。あ、そうなんだ。僕の手持ちで足りるかな。サービスしちゃうよ。なんて優しいやつだ、おい。プレゼントボックスから受け取ってコールしに来てね、と。また会いに来るから。またイオ
これで無料、あ、ちょっと待って。あー、なるほどね。めっちゃ可愛い。やーべえ。なんだこれ。とりあえずこのさ、あ、いや、いっぺんにやるか。とりあえずホームに行って、で、これか？あ、これだ。プレゼントボックス。で、あ、めちゃくちゃあるぞ。ほら、ルナストーン25。ここでも、リゼロコラボのやつで5を手に入るし、で、スタートダッシュログインボーナス1日目の報酬でも25入ってるし、これなんだ？アリーナ機能実装記念の報酬でも25入るし、これ何回できるの？あれちょっと待って、ここで新人ピリオド応援プレゼント200手に入るぞ。これも絶対、あ、待って、閉じちゃった。とりあえずすべて受け取って、これで何回回せるの？今280あるよ。これで？とりあえずコラボ記念無料 10連コール。これ、行きましょうか。ね。一発目。早速だけれども。これで、ネブニーが入っちゃったら俺どうにかなっちゃうよ。あとローディングが長いよ。俺の、多分、通信環境が最悪なんだろうな。とりあえずおとなしく待ちましょう。あ、来た！なるほど。バトランプってとこだ。めっちゃ光ってるぞ。これ早速一発目。あ、違ったけど、あー、ラムリーン、超可愛い。あー、お前誰だ。おー、可愛い。またお前かよ。あ、覚醒した。あ、これは激レアって言ってたぞ。これレア、可愛い。可愛い。待って待って、これも覚醒するんじゃない？ほら、覚醒した。はぁ、あ。またコールしてね。コールします。ちょっと待って、俺一発目から。これ見れる？待って、これめちゃくちゃ可愛いんだけど。おい！おぉ！最高に可愛いんだけど。ずっと見てたい。いや、これ強いんじゃない？言って。ねえ、コラボガチャ一発目で引いちゃったぞ。ありがとうございます。もうこれで俺レムリン電食ってもいい感じなんだけれども出したい。とりあえず一回無料らしいんで、これもコールしましょうか。さて、これで出てきたら熱いぞ。さすがにか。どう？おっぱいをか。光ってる？光ってる？あ、違った。でもレアです。またイオナと遊んでね。バイバーイ。いや、これ声が可愛いね。誰なんだろうね、キャラも。あー、この子は？あー、レジーナちゃん。あー、スペアレムル。レルム。所属ユニットのスピードショーアップっていうことなんで、俺が所属してるところとはまたちょっと違うやつなんだ。あー、なるほどね。でさ、ん？無料コールで、これさ、ルーナーストーンのやつは？あ、これ一遍過去にも、やってるんだ。あー、なるほどね。今のやつは？ステップアップ。ちょっとさ、これさ、ちゃんと見とこうぜ。ステップアップで、200個。これさ、この辺、あ、かわいい。あ、これさっき引いたやつだ。なるほどね。ヘルレルム。これもヘルか。あー、エミリアタもかわいい。あー、ベアトリスー、スバルー。あ、フェルトか。フェルトも欲しいぞ、おい。ユリウスもかっけえな、おい。相変わらず、フェリス。これね、皆さん知ってるかどうかわかんないんですけど、あ、まあ言わんとくか。言わんどこう。アニメ見てない人がいるかもしれない。アニメだとか原作見てない人がいるかもしれないんで、まあ言わないどこ。可愛いですね、フェリスね。うん、あー、こんだけいるのね。なるほど、わかりました。で、あ、こっちか、これが欲しいんです、私。ウェディングレム。私これが欲しいんです。ヘルか。ヘルレルムに俺所属してなくちゃいけなかったな。なるほどね。ただこれステップアップコールで、200個で回せるから、これお得なんじゃない？ねえ。で、しかも、星4以上1体、
確定っつってるし。でさ、これ、星5か。星5だから、ワンチャンあるでしょ。この辺チケットだとか、なんだとかだから、うん、多分ね、こいつ、これを回せばいいはずです。回しましょう。いきます。お願いします。頼む。マジで。また、ローディングが長い。あ、来た。来るぞ、みんな。タップしてね。タップします。お願いします。誰だ、お前は。これ、星4確定のやつか？頼む。まだある。まだあるぞ。まだあるぞ。まだある。頼む。お願いします。マジで。可愛いけど。お前誰だよ。終わった。くそ。他のやつ、これ多分言って強いやつでしょ、多分。星4だからね。ああ、非属性で、ヒューマレルムか。ああ、じゃあ俺が所属してるところとはまたちょっと違うやつだね。OK です。今いくつ持ってる ?80 か。80だな。足りねえじゃん。80じゃ足りねえじゃん。とりあえずこれも回そう。これも無料で10コールできる。あれ、マジで？でもさ、これさ、まださ、スタートダッシュ系のやつで、ワンチャン、ルナストーンが入るから、それでまだゲットできる可能性があるから。大ピンチっつってる。これ、星5。超可愛いんだけど！しかも星5じゃん！これ今の無料で手に入っちゃってよかったの？ねえ、ちょっと見てみようぜ。これ星5だったらさ、多分さっきみたいな演出が入るでしょ。ねえ。あ、星51個か。オッケー。無料で星5が結構手に入るぞ、これ。ちょっと待って、これ。なんかさ、いちいちイラストが超可愛いんだけど。ねえ、これやばくね？俺どうにかなっちゃう。あ、しかもこれさ、あれ？ブラッドレルムじゃん。ねえ、こいつ、これ俺のリーダーにしようぜ。最高にかっこいい。これとりあえず、あ、お気に入り登録します。これで間違えて売却だとか、多分、合成だとかに使わなくて済むはず。OK です。いやー、最高だな、これ。あと何かないの？あー、基本は250なんだ。ね、250で10連コールできるけれども、さっきのステップアップガチャの方は200個でできるとお得なんですね。多分さ、他のログインボーナスだとかなんだとかでも200って結構すぐ溜まると思うんですよね。で、これさ、いつまでやってる？いつまでやってるの？ホーム画面とかなんだとかで見れるのかな？これか、詳細。で、見れない。で、見れないか。ダメか。これ見て。これ。あ、これ以上見れねえ。これ以上見れないけども、このアイコンだけでも可愛いのが分かっちゃうもんな。いや、参っちゃうな、これ。何日までっていうのは見れねえか。まあ、とりあえず後で調べ、あ、11月21日まで。まだ、今現状で14日。だから1週間ある。1週間あればさすがにさ、無料で200個とか余裕でしょ。ねえ。全然いけると思う。なんで、まあ、頑張りたいと思います。とりあえず、最後に、ユニットかな？ユニットに行って、あれ、着せ替えとかもあるか。とりあえず図鑑。で、ユニット図鑑かな。絞り込み、星5、OK。これで多分さ、さっきの、ラムリンが見れる。皆さん、こんなんが手に入ってしまうんですからね。しかもこれ無料で手に入れたやつだからな。本当に。超可愛いでしょ。
始めるなら今だぞ。はい。概要欄の方にも、一応リンク貼っておきますので、ぜひ皆さんもやってみてください。これ企業企画だとか、企業なんちゃらだとかではないですからね。はい。俺にまだそんな案件が来るほどの力はないんで。ぜひ皆さん、やってみてください。こんな素晴らしいラブリンが、俺は手に入りました。し、まだ、レムリンが手に入るチャンスもあるんでね。はい。ぜひ皆さんもやってほしいですということで、とりあえず今回はここまでにさせていただきたいと思います。また、レムリンが手に入ったら、その時は改めて報告、動画を撮ろうかなと思いますんで、はい。とりあえず今回ここまでにさせていただきたいなと思います。ということで、突発的な動画だったんですけれども、もしこの動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローを、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も、楽しみに！バイバイ！するよ。 よくおかしいよ。